ドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。どうも、サンドウィッチマンだったです。富澤です。さあ、始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろです。始まった。この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しています。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。お願いします。よしよしよし。よしよし。あれでね、高校層のさ、あやえちゃん、袴田あやえちゃん、一緒にね、ぼんやりるやってましたけど、はい、彼女、プロ野球ニュースのキャストやってるね。すごいですね。すごいですよ。この間、何気に見てたら、あやえちゃんが出てきてね、生放送で、夜12時ぐらいから1時間ぐらい生でね、頑張ってんだよ。まあまあ、昔から野球好きでしたからね。今もう、ね、仙台にいた頃はもう楽天イーグルスのことすげえ詳しかったけど、今もうプロ野球全部詳しいね。ああ、そうですか。すごいよ。なかなかね、女子で、ね、少ないでしょうからね。少ないし、貴重な存在だよね。すごい需要はあるんじゃないですか、何ですか、始球式なんかもやったりね。頑張ってんだよ。うん。あやちゃん、ちょっと、ラジオショー呼ぼうか。どうなんですかね。ね、いろいろ野球の。今、フリーのちょっと。フリーって言ってもどっかにも入ってると思うけど。所属はね。なんか、岩本勉さんとかさ、野村博樹さんとかね、その野球の OB の、プロ野球の OB の人からもすごい信頼があるようなね。ちゃんと知ってるなっていうことで、そうそうそう。信頼されてるんですよね。ね、素晴らしいなと。いや、頑張ってるね。思いますね。偉いね。そうやって頑張ってるとな、いろんな話が入ってくるからさ、頑張ってほしいね。そうですね。昨日ね、帰れマンデーだったでしょ、はい、帰れマンデーロケ。歩いてきましたね。で、鬼怒川。栃木県。栃木県鬼怒川行ってきまして、朝からね。で、帰ってきてなんかこう体がうずうずしてたから、打ちっぱなしって。元気だね。打ちっぱなしに、力や、口笛なろうと、富所連れて、で、行って、なんかあいつら家遠いんだよ。で、俺ら昨日帰ったのが10時手前ぐらいでしょ。で、じゃあ今から行きますって言って来たのはいいんだけど、その時点で11時過ぎてるぐらいなの。で、そっから葛西までゴルフしに行って。1時間ぐらいかかんの？いやいや、もう30分かかんないぐらい。そしてもう気づいて、口笛鳴ろうがさ、どんなクラブで打っても上に上がんないの、球が。ずっとボテ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 、なんか血を這うようなね、それこそ。俺のクラブでやってる。あいつはクラブは電車で来てるから持ってきてないんだけど、レンタルで。で、全然上に上がんないの、要するに。上、球の上打ってると思う、ね。そうそうそう。何回やってもそれで。で、左足がこう、打つ瞬間上がるわけ、なんか野球みたいになるわけ、あいつ。で、それ左足上げちゃダメだっつってのに、何回言っても左足上がんない。で、クラブでも叩きつけながらね、足を。お前なんで左上がってんだよ。いや、僕だって上げてるつもりないですよ。で、気づいたらもう、1時40分ぐらいだって、夜中の。結構打ってる。もう、口笛鳴ろうなんて手の皮を剥けながら打ってるから。特訓してね。グローブとかしてない。グローブしてんだけど、基本ね、左手にだけグローブつけんだよね。でも俺もそうなんだけど、俺も握りが下手なのか、右手、の親指のところに、豆できる。今日もここ、豆できてないけど。ね、ここがもう、ベロベロに向けるわけ。野球握りじゃん。俺、野球握り。なんていうの、グリップ。でも、あいつもそうなんだよ、きっと。で、俺は両方手袋するんだけど、あいつはもう片方しかしてないから。ああ、もう痛い、もう痛い。血出てきてるとか、つって。それでも、こうポーンと上に上がるまで今日は帰らないっていう。そんなに上がんないの？上がんない。何番でやってる？いや、ドライバーでやっても上がんない。7番で打っても上がんない。ピッチングで打っても上がんない。要するに。富所はうまい。富所うまい。で、もうイライラして。もうダメですと。最後までずっとボロ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 。不思議だね。不思議なんだ、あいつ。でもなんか今度行くからさ、ゴルフも。だってさ、打ちっぱなし、まあまあ、あれ、なんか、
刺すっていうか、ちょっと上げておくじゃん。うん。それでもダメ。ダメ。下手くそなんだよ。へぇー。んで、お腹空きましたっつって、今度ラーメン食って。久々に俺夜中2時過ぎにラーメン食ったわ。誠やっていうあの、ね。20代の行動ですね。20代の行動ですね。若いですね。んでラーメン食って、やめようって最初話になった。で、24時間のゆで太郎ってね、立ち食い蕎麦屋さんあるじゃない。蕎麦にするか、うん、ラーメンにするかみたいな。うん、空いてんのがもうあんまないよね。ないのよ。そうそう。まあ、吉野家とか空いてんだけど。中はね。そう。で、もう、富所は、うん、いや、僕もうラーメンの口ですよ。そんな。なんか急にそのゆで太郎って言われても、こっちのこと考えてくださいみたいになって。いや、でも、ちょっと遠いし、その、あの、ラーメン屋さんをね、うん、誠屋っていう家系のさ、うん、品川の方にあるすげえうまい。朝までやってる、ね。うん、すげえうまいラーメン屋さん。もうハマる。で、誠屋行こうかって最初言ってたんだけど、ちょっと遠いな。で、ゆで太郎やってね、そこっつって。でも、ゆで太郎行くと、どうしてもカツ丼セットしか、これ頼まないと。なんだカツ丼セットしか、叱らないんだ。じゃあ、帰るまででいっぱい食べてたじゃん。はいはい。その夜でしょ？夜。もういいじゃん。でも、体動かしてるから。起きてるし。で、俺が食券機の前に立つと、もうその電気しかつかないんだ、みたいな。おかしいだろ、それ。カツ丼セットしかつかない。そう、カツ丼セットしかつかないんだっていう話をしたら、じゃあもう、行きましょうと。ゆで太郎と。ゆで太郎。ゆで太郎行こうと思ったんだけど、そしたらもう富所が、ラーメン。うん。なんでラーメンの口にしといて、蕎麦とか。昼蕎麦食ってるし、こっちは、みたいなね。うん、俺だと食ってるよ、つって、うん。じゃあもう行こう、ラーメンだ、つって、うん、夜中に。家系ラーメンをね、ペロッと。うん。行きましたね。いいよな。で、もう3時ですよ、まあ、そんぐらいなるでしょうね。なったね。うん。久々にね、数年ぶりだね、この2時、夜中2時以降にラーメン食ったのは。なんかね、なかなか、うん、食えるようになったらそういう生活に憧れてたけど、うん。もう年が年なんで、なかなかそうもいかない。そうもいかない。家族もいるとね、夜中にラーメン食いに行くってあんまない。なかなかないよね。うん、いや、そうそうそう。よく行くな、帰り。で、もう、帰り送ってこうと思ったんだよ。さすがに、もう眠いわ、つって。タクシー代渡して、帰れ、つって。帰れ。そう。行ってきた、久々に。もう、だから、マンデーも、まあまあ、そんなにきつくなかったけど。昨日な、そんなにな。最後、階段があって、やっぱそれが結構、階段がダメで、うん。階段ね、富澤はね。膝に来て、うんそんな元気とてもじゃないけどない昨日はね元気だったすごいなそうで6時に6時過ぎに起きて娘を見送ってでまた寝てで全然ない疲れは大丈夫疲れないね10時半ショートスリーパーじゃないですかあまあそうだねだから多分死ぬ時急に死ぬんだ急に死ぬそう俺は急に死ぬと思う苦しまずに急に死ぬタイプ。なもう、3時間半寝たらもうパチンと目開けるなすごいよね。その代わりものすごい汗かいてるから、だから、あれなんだろうな、寝汗。あれ不思議だよね。うん。なんでそんな、たまに。なんだ、T シャツびしょびしょになって、染みそうになってんのかな耳の中にさ、うん、汗溜まっててさ、うん、起きた時パニックになる時は、なんか聞こえないです、ね。一緒に住んでる頃から言ってるな、それ。うん、あなんだと思って。T シャツびしょ濡れになって起きるから。なんであんな汗かくんだろうなんでって。寝てるとき汗かくっていうことは、どうなってんだろうな。ただ暑いだけじゃないんだよね、きっと。体温を上げてなんか守ろうとしてるんだろうけど。うん。何かから。何かからね。死から何か。死から守ろうとしてるのかな。なんだろうな、あれ。わかんない。だから、ほら、夜エアコンつけて寝てたり。するから、うん、寒くなってきてそっから守ろうとしてる。なのかな。でも別に暑い時も汗かいてるじゃん。そう。なんでわかんないよね、仕組みがね。不思議だよなぁ。でも、熟睡はしてるはずなんだよね。夢はあんま見ない。夢はあんま見ないね。うん。タフですよ、だってさ。いやいやいや、だから本当に、死ぬ時、コロッとね。コロッ、絶対コロッと死ぬなぁと思います、見てる。コロッと行きますんで、よろしくお願いします。クズ岡でよろしくお願いします。役のクズ岡で。
お前に搬送を頼むから。なんで俺なんだ。搬送はもうお前の仕事なんだね。で連れてって。葬儀屋さん頼む。どこで死んでもよ、俺が。めんどくせえ。ね、めんどくせえよ、それ名古屋であり、大阪で、沖縄で死んだとしても。どうすんだろうね。もう言っとくからお前に遺言。もう搬送はもう富澤に任す。もうヘリとかじゃないですか。ヘリ。場所によるけど。そうだね。だって新幹線とかで運ばれるんですよ。あんま見たことないんですよ。新幹線で死んでる人運んでる人見たことない。座席どうすんの座席、だからチケットもね、有料なのか無料なのかもあるし。あの、ほら、みんながトランクケース置いとくのがいいのかっていう話もあるし。棺乗ってるのはあんま見たことない。ないよね。あ、車で運ぶのか、それで。そういう車両ないもんな。こっそり。あれです。貨物車両とか、そういう。貨物いや、乗せてんのかないや、貨物はあるんじゃないですか。あんのマジでいやいや、わかんないです。予想ですけど。いや、死者を運ぶ新幹線。でも、車だけと無理です。飛行機か、電車か。船。ああ、まあまあ。まあでも、船は時間かかるから。船もう、ボートでじゃあ、飛び座だけ乗せて。なんで俺だけ乗せて俺の棺と。昔かお前わかんない。昔の人だよなんかわかんない。それかどっか川から流すとかね。なんこっから今流したからそっち何時頃受け取ったやつ。そうそうそう。で失敗すると海の方に流す。どうすんだろうなわかんないけどな。わかんないけどな。さあ、メール来ておりますので、ね、はい、読んでいきたいと思います。トン二郎さんですね。あ、トン二郎ね。こんにちは、トン二郎です。初めてだよ。知らないけど。二郎でございますよ。来たねえな、なんか。9月18日に相模原で行われたお二人の単独ライブを妻と見に行きました。ありがとうございます。覚えていますか？覚えてない。後悔しますよとコロッケの内輪を持っていた。ああ、いたね。二郎でございます。二郎か、あれ。見つけていただき非常に嬉しかったです、うん、いたね。生の小島さんも近くで見ることができスターを目撃した気分になりました、うん、ネタバレが怖いので内容の詳細は述べられませんが、ありがとうございます。お腹がよじれるほど笑いました。ありがとうございます。毎年 DVD を購入して見ていたライブと実際に見るライブはまた別物で、うん、実際のライブは空気感がすごく本当に面白かったです、うん、毎年ライブを見に行きたいですが、あとは購買率の抽選に当たるかの勝負ですね。単独ライブを見て改めてお二人のことが好きになりました。これからも応援しています。それではという。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいね。うちは持ってたの覚えてます ね、覚えてますよ。書いてあった、ね、後悔しますよね。コロッケ、ね、ありました。あ、そういえばいい、ちょっと何ですか。仙台育英がさ、うん、今あの秋季大会で、うんうん、県大会宮城大会やってて、とうとう仙台商業と当たりまして、お、もう当たった。3回戦で7対3で、育英が勝ちました。ただ、大前線で、育英はずっとコールドで、うん、戦勝とだけじゃない、今のところ9回まで戦ったのは。しかも先制したのは仙台商業ですからね。1回の表にもう2点取って、そこからしばらく 2-0 で勝ってて。何回で？6回ぐらいに5点取られたのかな。5点。5点。その体力得点取られて。気に取るね。うん。だけど、9回にまた1点取り返してみたいな。あ、まあまあ。7対3。いや、頑張っ、前線だよ。ですね。大前線。だって日本一ですからね、今ね。そうね。うん。で、次の、戦勝に勝って次、石巻工業とやってんだけど、うん、そこも13対0で勝ってるし、三井がね。3点取ったのも戦勝だけですね。そう。いや、頑張ってんじゃん。まあまあ、だ強いですよね、仙台商業の、うん、そう考えてもね。だから、ピッチャーがちょっと変わったのか分かんないけど、疲れた頃にやられちゃったのかな。かな。でも、まあ、いいピッチャーみたいよ、選手のピッチャーもね。いや、頑張ってます。今、キャプテンですからね、あの、ぼんやりに出てくれた。あ、そう。あの少年が。キャプテンになったの。キャプテンの選手。うん。悔しいね。ヒットも打ってたしね、一回。うん。頑張ってたよ。なんかなぁ、だから、すげぇ1年とか入ってくれて、ちょっと強かったら、うん、もしかしたらもうちょっといい勝負になるかもわかんない。そうだね。じゃ頑張ってますよ。いやぁ、そうか、うん。7対3。7対3。いい試合。途中まで勝ってた。いい試合です。ああ、いい試合ですね。うん、頑張ってほしいですね。ね。だからその彼が、
で、仙台商業のキャプテンの彼が僕らを甲子園に連れて行きたいからって言って、仙台商業入ってくれたから。うん。ぜひね。なんとかね。うん。両親ね、頑張って。もう一年ありますから。はい。ミルクティーさん。はい。先日池袋のサンシャイン劇場で開催されたライブツアー3日目に伺いました。ありがとうございます。で、まあまあ、ちょっとネタの内容が書いてあるんで、ここはちょっと読まないですけど、うん、最高のライブの余韻から万引きを T シャツを購入しました。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいね。来てくれて。3日目だよ、うん、ね、はい、東京都ラジオネーム異次元の豚バラさん、はい、どうもいつもありがとうございます。ありがとうございます。サンドさんのお二人こんにちは。相模原公園来ました。あら、そうだった。自分は5年間サンドさんのラジオを聞き続けていたものの、うん、ずっと抽選に外れ続け、ついに念願が叶いました。うん、ライブはオープニングのお客さんいじりから大爆笑、待望の生小島さんも拝見できて終始楽しかったです。うん、サンドのお二人はライブの時間が長くなってしまうことを罰が悪そうに話していましたが、うん、自分からしたら大好きなお二人を3時間も見れるなんて胸がときめきっぱなしでした。ありがたい。まあ途中から面白さ6という感情に対してケツが痛いという気持ちが4ありましたとはいえまた来年も行けたらいいなと思ってます。ご存知とは思いますが、ここらでは、ご自愛いただけたらと思います。うん、自分のような30歳のおっさんに言われても嬉しくないでしょうが、大好きです。最高の時間ありがとうございました。若いですよ、30歳はね。ね、同性の方にね、好きだって言われるのは嬉しい。ありがたいですよ。なかなかないですから。うん。離れないからね、男性は。ね、ありがとうございます。やっぱりどうしてもケツが痛いという感情が。いや、そうよ。集中力奪いますよね、ケツ痛いな。戸田恵子さんにも言われたからさ。面白かったけどね、お知りたかったかな。そう、その感情がどうしてもね、入ってきちゃう。そうですよ。仙台市、綾根浦王さん。はあ、サンドウィッチマンさん、2段階右折中すみません。してないよ。悲しいお知らせです。何でしょう。万水通りにあるラーメン屋、宝園の隣の駐車場が閉業しました。あら。宝園のすぐ右隣と4軒左隣に1つずつ有料駐車場がありましたが、うん、8月24日時点では両方の駐車場が取り壊され、うん、真っさらになっています。あ、そうなんだ。ないのもう。確か、宝園の4軒隣のひよこマークの駐車場が富澤さんのかつてのバイト先でしたよね。パンハウスパーキング。ひよこマークなんだよ、今。駐車場がさら地になったところに偶然通りかかった私。これを報告せねば、うん、と、息巻いていたのに、うん、3週間も経ってしまいました。なんでね。ほぼ1ヶ月経ってんじゃない。私がメールしなくても他の人がメールで教えるかなと思いきや、誰も教えてないなって。聞いてないね。気の利かない奴らばかりですね。あなたもですよ。伊達さんは高血圧なのでびっくりすると頭の血管切れるかもしれないし、うん、富澤さんは肛門が緩いのでびっくりしたら事故が起こりそうなんで、お二人が仙台に来て思い出の駐車場が なくなっていてでもびっくりしないように前もってお伝えするためにメールしました。うん、ありがとうございます。なくなったんだ。そうなんだ。どんどんなくなるね。あそこの隣のもないんだ。隣にね、ま、隣にあったもんね。そっか。もうだから、仙台商業もね、駐車場になりますし、駐車場もなくなるし、そうか。ピザ屋さんもなくなりましたし。もう帰るとこがないね。もう、ないですね。何中がある？何中？まあ、小学校、中学校はまだあるかな、うん。でもなんかね、地震で壊れたりもしてましたから。あ、そう。なかなか思い出の地っていうのはそんなに残ってないもんですよ。もうなくなっていくんだな、うん、人生クソだるさん。汚ねえな。汚ねえな。ウィッチのお二人こんばんは。私、人生クソだる、夜中の12時半から麻婆豆腐を作っております。いいね。そんなわけで、いいね、この時間帯というのは、凄まじく虚しくなってしまうとき、時間、うん。というわけでメールを打ち始めました。うん、私を元気づけるために、伊達さん、可愛い声でお休みしようねと言ってくれないでしょうか。はい、何卒よろしくお願いします。お休みしようね。もう寝るんだよ。はい。もう ね、 ね、時間、12時過ぎに麻婆豆腐やめようね。お休み。夜中にラーメン食ってる人が言ってますけどもね。2時半にね、家系ラーメン食いましたけど、昨日は。ね、危なくおかわりするとこでした。危ないですね。うん、人生クソだるさん、女性ですけど。女性だったのかよ、ね。クソだるいんでしょうね。クソだるい、やめなさい、その。本当に。かやさん。はい、どん。伊達さん、トミー、病床よりこんばんは。あら、今日は生で FM 泉聞いてます。うん、ああ、何よりの幸せ時間だよ。先日はメール読んでくれて本当に嬉しかったです。
あさって卵巣がんのため子宮と卵巣を全摘します。あら、早期発見だったようでステージ1。ああ、よかった。がんが転移していないことを祈ります。うん、先ほどまで点滴の注射針がなかなか入らず、うん、やっと入ったが痛いの、あ、辛いのでサンドイッチマンの YouTube 見ていたら、うん、笑いながら針がぶれそうでやばかった。あの若造下手すぎる。若い先生だったんですね。DVD プレイヤーがあるからサンドイッチマンと中川家の DVD を見るよ。でも、うん、術後笑いすぎて腹の傷が裂けたりしないかな。うん、とりあえず今日から絶食、今下剤を2リットル飲んでる。PPP でトイレ立てこもりだ。なるほど。しかも明日は干潮だ。肛門専門家の、誰が肛門専門家だ。肛門専門家のトミーみたいに肛門爆裂するかな。うん、またメールします。お二人の会を胸に頑張っていきます。うん、アディオス。アディオス。そっか、まあでもステージ1で良かったけれども、うん、ああ、でも摘出しなくちゃいけないんだね。うん、ね、あの、点滴の写真もね。あら、ほんと。かわいそうにな。ね、なんかこういう時でもやっぱりね、笑えるものがあるといいのかなと思いますけど、ね。おいくつぐらいの方なんでしょうかね。はちょっとわからない。まあ女性でしょ。そうですね。まあまあ、ステージが全てだと思いますよ、癌はね、うん。僕もそうでしたけれども、うん、きっと大丈夫だと思いますので、うん、気合い入れて頑張ってください。本当にちょっと笑いすぎて、腹の傷が裂けるかどうかってちょっとやってみて、うん、いや、やんなくていいですよ、その危ねえな。ご報告ください。裂けましたっていうご報告してどうすんだよ。伝説になるじゃないですか。いやいやいや。笑いすぎて裂けたんですよ。いやいや、もう、大丈夫ですかって言ってる場合じゃないからね。ぜひね、この二組もね、入院中の皆さんに宣伝してあげて、はい、面白いよっていうのでね、進めてくれたら嬉しいですよ。うん、何よりも笑うっていうのが一番の健康法らしいのでね。って言いますよね。そうそう。うん、本当に、作り笑いでもいいから笑うといいって言いますよ。うん、頑張って、直してください。はい。はようこ48。はい、こんばんは。先週のラジオショー最高でした。大好きなサンドイッチマンと大好きなバービーの京子ちゃんが共演。はい。いやー、嬉しくて死にそうだった。あ、しかも帰れマンデーに出演されるかもかもかも。うん、素晴らしすぎます、はい。ちょうどマイブームがバービーボーイズの CD 集めで、若い時に購入した CD はお金がない時に売ってしまったので、うん、また買い集めていました。そうなんだ。オーバーヘッドホンも購入して、なんだオーバーヘッド。毎日バービーは大音量で聴いてます。しかもラジオショーでかかった曲も私の一番大好きなチビチビね。バービーの楽曲はどれも素晴らしいですが、はい、この曲の京子さんは秀逸ですよね。そうなんですよ。お二人がなんとなく緊張されていた感じがしたのは気のせいでしょうか。うん、いや、それは緊張しますよ。京子さんもサンドのお二人を好きだったみたいでとても嬉しかったです。最高の神回でした。はい、ああ、嬉しいです。ありがとうございます。うん、いやー、そうなんです。まだね、ちょっとマンデーはまだ決まってないけど、はい、いつかね、うん、一緒に歩きたいなと思います。うん、気さくな方で ね、 ね、やっぱり僕らがその、まあ、中学生とかね、小学生の時に見ていた人、うん、聞いていた人をこうやってね、うん、もう48ですけど我々も、うん、目の前にするとそれは思い返すというか ね、 ね、あの頃、ああ、芸能人だっていう状態ですからね。そ う、 そ う、 そうなの、うん。そこはもういつまでたっても変わらないよ ね、 ないですね。毎回言うけどさ。うん、もうこの年になっちゃうと、ほら、若い子も多いから、うん、そこは別に緊張しないんですけど、うん、やっぱり見てきた人は、ね。わーってなりますよね。なるね、うん。で、ほぼほぼ初対面だったしね、京子さんもね。うん、ありがたかったです。そう、だから未だにほら、さんまさんとかトンネルさんとかたけしさんとか、はいはい、なかなか一緒になんないから、うん、変わんないよね、会った時に緊張感が。ダウンタウンさんとかね。そう。やっぱ緊張するなぁ。ね、一回会うか会わないかぐらいのね、うん、感じでいますから。なんだろう、この人に認められたいって思う以上に、うん、なんだろう、うわ、目の前にいるってまだ思うしね。うん、あれ不思議だね。なんか毎週レギュラーでとかなったらまたちょっと。そう。内村さんとかね、今突破ファイルで毎週。会うからさ、志村さんはだいぶね緊張しなくなりましたけど、うん、まだ他の方はね期待が少ないからね。え、ラジオネームりょうさん、うん、9月19日のバス&旅見ました。ああ、玉木宏さんと富澤さんのツーショットまた見れて嬉しかったです。はい、郡山市、湖南町でいいんですかね。うん、そう、旅でしたが、皆さんは20万本のひまわり畑には行かなかったんでしょうか。行かないですよ。真っ暗だったんですね。一生懸命咲いているあの美しいひまわりたちの絶景、また来る機会があったら、ぜひ訪れてみてください。見たかったよね。見たかったけど。あそこのどら焼き美味しかったなぁ。
粉で、粉餅食べたちっちゃいさ、うん、製造直売のどら焼き、あそこうまかった。今度大量に買おうかな、うん、うまかったなあれ。ね、あそこで作ってるやつ。そう、あの、うん、何あんこも美味しいんだけど、そのスポンジがうまいのよ、うん、すげえうまかった。今まで本当に一番美味しかった。なかなかね、番組で行って一日やってると、お店の名前とか覚えてられなくて。そう、なんつったっけ、忘れちゃいましたね。で、ちゃんと、落語カフェオレのくだりも使ってくれてたね。ああ、やってましたね、うん。飲んでますよね。あれ嬉しかった。福島行ったら飲まないとっていうのありますね。ね。泥酔メガネさん。どうも。初めてメールさせていただきます。あ、出す。私は福島県相馬市や仙台にも親戚がいるんですが、定規油揚げは食べたことがありませんでした。そうなんだ。いつもラジオなので三角定規油揚げが美味しいというお話を聞いていたため、千葉の実家に帰るタイミングで実家に定規油揚げを取り寄せようと思い、先日ついに実行しました。お、定規はこれあの文房具の定規になってますけど、あ、定義ね、定義、義理人情の義ですかね。そうですね、定規、うん、実家にはお支払い、実家には支払いが自分がするから受け取りだけお願いという連絡をしていたんですが、うん、予想外にまさかの宅配便業者に直接支払いだったとのこと。ああ、なんていうの、宅払いってやつか。宅払い、うん。支払い伝票が入っていると思っていたんですが、うん、結果的に親に払わせてしまいました。そうか。さらに聞いてみると、食べたことがないのは自分だけで。私以外の家族は食べたことがあったとの。そうだった。まあ、結構みんな食べますからね。うん、高いものではないし、ということでお金も受け取ってもらえず、うん、結局自分だけが無料で美味しくいただきました。ああ、よかったね。今度はぜひお店に行って直接、お店に直接食べようと決意するほど美味しかったです。揚げたてをぜひ。また別物ですからね。話は変わりますが、私も膝に水が溜まって大変なことになりました。仲間だ。この話はまた別のメールで報告させていただきます。辛い。膝水仲間がいましたね。最近バナナマンの日村さんもね、水溜まったらしいんで。最初大変ですからね。嫌だな、まあ抜かなくていいの、まだお前。ずっと1回抜いてからはそんなに。あ、そうなの、うん、ひどいと正座も完全にできないですし。膝曲げられないんだもん。曲げられなくなるんで。いや、それはきついよな。うん、そこまで行ってないんで。よく歩けんな、うんうん。さあ、間もなくエンディングですけど、じゃあもう一つ行きます。はい。メタボッチ54さん。はい、どうも。ミキ、タケ、おいっす。ミキってあんま呼ばれないけど。タケともあんま呼ばれないですけどね。地元コミュニティ FM 局でも放送されているんですが、金曜10時半からなので、会議室で毎週聞いてます。うん、会議室で聞いてるんだ。地元はミキオが収監されていた谷ジェイルがある元宮市です。お、谷病院ね。その谷病院の近くに昔からある精肉店があるんですが、はい、そこのカレーコロッケ、メンチ、うん、ハムカツが最高なんですよ。マジか、マジか、おい。週刊中の差し入れで食ったかな？食ってないよね。まず週刊でないからね、入院だから。ぜひ BS でやってる揚げ物やってますで来てほしいです。揚げ物やってますでもないから。他の番組のロケ派の時にでも、来てない。来た方でのライブ楽しみだない。ああ、そうね。なんとかだないっていう、ね。これは、福島弁なんですか？そう。会津。会津ではないですね。これ元宮とか、あっちの二本松とか、かな、うん、うん、なんとかだないっていうね。言われました、僕が入院した時。痛いない。それ痛いない。どっちですか？いや、それ痛いない。どっちかわかんない。何言ってんだ、こいつと。ずっと親父。元気そうな親父がずっと同室にいたから。痛いない。痛いない。それ痛いない。はい。つって。痛いない、つってんの。どっちだよ。交通事故で、谷病院っていうところに昔入院して。僕ね、谷病院、そう、元宮谷病院に5日間入院しました。3日かな？ 3 日。なんか異常に少なかった。なんか、まあ、右腕だけでしたからね。若かったしね、回復にもあったんでしょうけど、うん、その近くにある精肉店で、ね、カレーコロッケ、メンチ、ハムカツが最高。ちょっと元宮行ってみたいと思います。はい、さあ、ということで今日もたくさんメールいただきました。はい、まだまだいっぱいね、メールがあるんで。まだまだあるんですよ。読まなくて。そんなに来てんの？こんなに来てます。マジで？こんなに来てて、いや、すごいな。全然読めてないもん。昔のもじゃあ結構溜まっちゃってんじゃん。ありますね。あ、そう、はい。今度一気に読むか。まあ、もう読んでも読んでもまた来るから、なかなか追いつかない。追いつかないか。ね。ちょっとだから古すぎちゃうのはちょっと読めないかもわからない。だって相模原のなんか最近のでしょ？そう。だから早めにね、そういうのはちょっと読んどかないとな。ああ、そういうことか。っていうのもあって。海外からも来てますし。
そうか。はい。ちょっとそれね、また読みたいと思います。すいませんね、本当に。こっちのダダジャベリも、ね、ちょっと喋っちゃうんで。またたくさんのメールお待ちしております。はい。はい、ということで、また来週です。さよなら、サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオや。